プラノカルピニのモンゴル帝国領内の航路、ヨハンネス・デ・プラノカルピニは、イタリア・ベネツィア共和国の修道士。本名はイタリア語で、ジョバンニ・ダ・ピアン・デル・カルピネだが、ラテン語読みしたプラノカルピニが有名である。アンティバリ司教。出身地は、ペルージャに近いマジョーネにあるビン・ラ・ピアン・ディ・カルピネ、とされている。イタリアのフランシスコ会に所属し、ローマ教皇の命令を受けて神聖ローマ帝国や、 カスティラ王国などで布教活動を行ったことがある。その経緯から有力な修道士として名が知られるようになり、官区長に任命された。1241年、ワールシュタットの戦いを契機として、東欧、西欧にモンゴル帝国の脅威が忍び寄ってくると、1245年の第1義四項会議で決定されたモンゴルとの交渉役としてカルピニは、 ローマ教皇インノケンティウス4世への命令を受けて、東欧に勢力を拡大していたモンゴル帝国のバトの元に派遣される。派遣された施設は、カルピニと同じ修道会のボヘミアのステファン修道士の2名であり、道中通過する諸侯たちに護衛や召使いを数名つけてもらう程度で、教皇施設としては少数だった。面会したバトは、グリュクアセの元へ行くよう命じた。 カルビニはバトが剣としていたサライの状況などを見て、バトのことを部下に対する思いやりがあり、同時に大変恐れられていると述べ、サイン班ンと称賛したが、一方で戦闘中はバトほど残酷なものはなくまた、抜け目なく狡猾だとも言っており、バトの侵略によって徹底的に破壊された、キエフなどの状況を見て、バトは名君だが、暴君でもあると、辛口の評価を述べてもいる。さらに、 モンゴル帝国の首都であるカラコルムにまで交渉に、赴き、到着直後の1246年8月24日、モンゴル帝国のハーンとなるグユクの即位式のクリル隊に列席した。この時に、カルピニ一行は、グユクに会見して、ローマ教皇の新書を手渡して、和睦交渉を行ったが、グユクは、和睦ではなく、教皇をはじめとする西欧諸国の親入を望んだため、 果たすことはできなかった。そのため帰国後は一時、教皇の怒りを買ったが、カルピニが記した、モンゴル人の歴史という史書、報告書が高く評価されたこともあり、後に怒りを解かれて、ダルマチャーの大司教に認じられた。カルピニの施設は、モンゴル人の歴史では彼自身はあまり、厚遇されなかったかのように述べているが、記述内容を総合すると、彼らは、 ローマ教皇庁からの正式な施設として、モンゴル側でもそれに応じた応対がしっかりとされていたことが伺える。この点は、文ケ時代にカラコルムを訪れたルブルクのギヨーム修道士とやや違っている。また、修士などのモンゴル側の資料でも、カルビニラ施設団は、グリュック即位の場面で、フランク側の施設として、他のアッパース長や基準に赴いた。 ルームセルジューク町の施設などと共に記録に残されている。その後は西欧諸国の各地でモンゴル帝国についての講演を行いながら1252年に71歳で死去した。正確な題名は我らがタルタル人と呼びたるところのモンゴル人の歴史でカルピニがローマ教皇庁に提出した報告書。当時のモンゴル帝国の風習や国民性をはじめ、 軍事、政治制度など詳細なモンゴルの事情を知ることができる歴史書であり、しかもカルピニ自身がその目で見たことがあるということから、多少のカルピニ自身の誇張があるとはいえ、やはり同時代的な歴史的資料として評価は高い。日本語訳書の題名は旅行記となっているが、旅行記の部分は最後の第9章だけで、残りの8章はモンゴル帝国に関する。 報告書であり、報告書の第一の意図は偵察である。序章に記載されているところによれば、タルタル人が本当のところ何を欲し,し、何を意図しているのかを知って、その結果をキリスト信者に知らせられるようにと、そうすれば、いつの日にかタルタル人が吸収してくるようなことがありましても、キリスト信者の方では準備万端整っており、彼らがキリスト教信者を散々に打ち破ることはないで。 ありましょうとされている。カルビニの派遣は、当初外交交渉、キリスト教布教調査、モンゴル人の信仰の調査の3つの目的があったが、この3点は、キプチャクアセ国とロシアの国境付近の町で役人に任務を説明する部分でしか登場しておらず、バトゥヤグユクアセとの面会の場面では、記載がない。このため、当初は外交交渉や布教調査も、 目的としていたが、バトゥやグユクとの面会の結果、交渉や不況の余地が見出せなかったことから、帰国後作成した報告書の目的は、モンゴル人のキリスト教諸国への信仰の意図の確認と防衛準備のためのモンゴル軍の分析に重きが置かれることになったものと思われる。グユクのインロケンテウス4世やで、国書カルピニがこの時、 ローマ教皇庁にもたらしたグリュクハ藩の発令によるペルシア語の直書がバチカント書館に現在も保存されている。この書館は紙に書かれている。ローマ教皇インノケンティウス四世に宛てた、この書館はモンゴル帝国で作成された経緯、来歴がはっきりしている。命令文書としては最古の部類に入り、またこの書館に捺印されている。 ウイグル文字による、モンゴル語の印字名文もモンゴル語の資料としても、絶対年代が判明している、実質最古のものである。藩の直という冒頭の産業のみ、チュルク語であり、それ以外はすべて、ペルシア語文からなっている。文章末尾に、644年、ジュマーダーイコールルイコールアーヒラ月の最後の人、発行した年月日を付している、モンゴル人の歴史によれば、 カルピニは教皇への手紙と、その翻訳の作成を要請し、帝国の文書行政の総責任者である王備蓄地であったチンカイラは、カルピニたちとタルタル語の手紙とそのラテン語による翻訳を一語一語検討しながら作成したことが述べられている。当時のモンゴル帝国による文書行政は、ウイグル語文によって行われていたようなので、ここで言う、タルタル語とは、ウイグル語だったろうと。 現在では考えられている。カルピニはこの書簡と翻訳の2通を持ち帰ったと述べるが、現存するペルシア語の書簡はカルピニが触れているイスラム教徒の文字で翻訳されたものか、タルタル語の書簡そのものなのか議論が分かれている。ウイグル文書館、ペルシア語翻訳書簡、ラテン語翻訳の3通があったのではとも論じられたが、結論は出ていない。いずれにしろこのペルシア語文書館は、 モンゴル皇帝の印字が押された、神聖のモンゴル皇帝の直書であることに変わりなく、モンゴル帝国史における第一級の歴史資料である。なお、カルピニに同行したポーランド出身で、同じフランシスコ会所属の修道士ベネディクトによる口述書も残っており、そこにこの直書のラテン語訳文も載せられている。直所の内容とベネディクトの口述書にある翻訳文の内容はよく対応している。 この直書はカルピニがもたらしたローマ教皇の新書に答える内容のものであった。しかし、その趣旨は、バトゥヒキールモンゴル軍のハンガリー王国やポーランド王国などの遠征に対するローマ教皇側の非難を拒絶しつつ、逆にローマ教皇側が真のキリスト教徒であると自尊して、他のキリスト教諸派を侮蔑している態度を批判し、さらに、チンギスカン以来、 モンゴル帝国が天なる神から日の昇るところから没する地まで全世界に対する支配権を予託されていることを強く宣言したものであった。また、ローマ教皇を及びヨーロッパ諸国の君主たちにモンゴル帝国への即時の基準と降伏勧告を命じ、そしてローマ教皇自身がヨーロッパの君主たちを率い、モンゴル宮廷に自ら参上して率先的に、 モンゴル帝国に基準する様子よう強く勧告している。これを拒んだ場合は、再度武力による討伐もあり得ることも不言していた。直書では明らかにローマ教皇を下に見て書かれてあり、ローマ教皇にこのような公文書が送られたのは初めてのことであった。そして、この直書こそローマ教皇が初めて手にした紙とされている。ただし、 遡ること1102年にはすでにシチリアに製紙工場が建てられているため、教皇庁にも紙が伝わっていた可能性はある。ありがとうございます。